はい、今回は、なんちゃってレジンクラフト遊びです。100均材料で、バキュームフォーム、の動画で、塩ビ版の鬼瓦シェルを、作りました。このシェルに二液混合タイプの、レジンを流し込んで、透明でツルツルクリスタルチックな、鬼瓦を作ってみました。この、手作りバキュームフォームは、以前にアップしたものなので、気になったら眺めてみてくださいね。では、早速作業していきます。レジンは、主液と硬化液を、2対1の割合で混合するタイプを、使いました。UV レジンはお手軽簡単で、良いのですが、透明度と量対コストを、重視して、270g 3000円ちょっとの、これを使いました。攪拌用のカップや、かき混ぜ棒、手袋が1セットついてきます。二液性のエポキシ樹脂は、混合する量を間違ってしまうと、硬化不良を起こしてしまうので、ちゃんと測って使ってくださいね。測りがチャッチーので、最低メモリが 1g ですね。0.1g まで測れるのが、良いのですが、手持ちがないのでこれでいきましょう。主液は 84g なので、硬化液を 42g 足していきます。二液をかき混ぜていきます。室温は20度ほど、少し粘土がある液なので、頬を塗りつつ透明な仕上がりにするために、ドライヤーで温めながら攪拌しました。濁りやもやもやがなくなるまで、攪拌したら、型に流し込んでいきます。型には、あらかじめシリコンオイルを塗ってあります。気泡が入らないように、静かに流し込んでいきます。突起部分や細かい溝に、空気が残ってしまった場合は、爪楊枝や針で表面に、浮かせて破っておきます。液が温かいと、気泡が抜けやすく透明度も上がりますが、下気厳禁液体なので、温めすぎには気をつけてくださいね。寒い時期なので、念のために40時間ほど放置して出来上がりです。ことのほか綺麗な透明に仕上がりました。塩ビ板で作ったシェルと、レジンとの固着が激しかったので、型は破壊しつつ外しました。クリアでツルッとした鬼瓦、ちょっと可愛いですね。今度はシリコンで型を取ってやってみたいですね。以上、おしまいです。